皆さんこんにちは。アツコストロンゲストです。今回ご紹介する本はこちらです。チョンキンマンションのボスは知っている小川さやかさんです。でこの方はですね、えー、と文化人類学者で、えー、と香港のまあチョンキンマンションというところにですね、住んで、えー、とタンザニア人のですね、そのコミュニティですね、あとまあその周辺のアフリカ、 の諸国あとまあアジアの人がまあ住んでいるマンションをですね、あのーまあ、あの研究するわけですねでここのですね写真に載ってる帽子の方がまあボスなんですけれどもまあなんというかですねあの人間味あふれる面白い人なんですね。 でもうあの時間は守らないあの商売についてもなんか適当なことを言ってあのまあごまかしているような本当のことを言っているんだかよくわからないような感じなんですけれどもで最初はです、ね、小川さんはすごくそれに戸惑うんですけれどもあの長く付き合っているうちにです、ね、だんだんその成り立ちが分かってくるわけですね。でまあ、私みたいに ま狭い世界に住んでですね、まあ、日本の常識だけにとらわれていると全くこのですねあのボスのやり方はま理解できないかと思うんですけれども本当にですねあの世界は広いんだなというのはですねこの本を読んでよくわかります。のタンザニアのですねコミュニティでまいろいろな人がいるわけですけれどもまあですねイスラム教だからといって奥さん何人もいたりとかその他にまああのどっかのですねあのアジア系の人とま子供をつく 釣っ,ったりとか、もういろいろですね。あのー、ま何、あ、でしょうね。旗で見てると面白いことが起こるんですけれども、これでですね、あの経済がうまく回ってるというのがすごくあの不思議な気がします。皆様にもぜひ読んでいただきたいと思います。はい、今回もご覧いただきましてありがとうございました。またですね、このような知らない世界ですごく面白いことが書いてある本がありましたらこちらでご紹介しますので。 次回以降もまたぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。